821D、森を発射しました。機動車好きな方、見てください。
おしゃまんべからどうするか。次の室蘭本線は4時間8分後で、函館本線は2時間後です。室蘭本線に乗ります。おしゃまんべから苫小牧までの区間を、普通で行くと決めてました。次の列車の4時間の時間つぶしは、東室蘭に特急で行って、室蘭行きに乗り換え、また折り返し東室蘭から、おしゃまんべに、特急で戻り、おしゃまんべから室蘭本線の普通列車の旅を続けます。おしゃまんべ温泉もいいですが、せっかく特急使えるので活用しようと考えました。東室蘭まで、スーパーホクト7号に乗りました。イカ飯、食べました。むっちゃうまい。こんなに美味しかったかな。また食べたいな。東室蘭、到着。しばらくして気づきましたが、このスーパーホクト遅れていて、室蘭行きの接続時間がわずかしかなく、室蘭行きに乗り遅れてしまいました。しょうがない、スーパーホクト12号で、おしゃまんべに戻ります。何しに来たかわからん、ぼーっとしてました。おしゃまんべ到着。このキハ150、外板の剥がれ多いです。森からおしゃまんべの 893D が来ました。今更ですが、非冷房、いいです。東室蘭行き 481D 入線、念願のこの区間、普通列車です。ご視聴ありがとうございます。良いと思いましたらチャンネル登録お願いします。